お疲れです。今日ちょっと聞きたいことがあって。何？動画撮影してんの？はい。マジ急に始めるよね。松田さんが今まで治療家として治療してきて、うん、一番印象に残った患者さんの話。急に来るね。それはどういう面ですか？まあ、いろんな記憶の残り方あるじゃないですか。悔しかった、悲しかった、嬉しかったとか、まあ、いろいろあるでしょ。どれかなと思ってるんですけど。もう全部含めて一番。まあでもやっぱり成長するっていう点において記憶に残ってるのがやっぱ悔しいとか申し訳ないとかやっぱ強くって、今でこそね少しずつ知識がついてきてちょっとこういうふうにお話できるぐらいになってきてますけど、私も15年経ちますからね。まあ、ペイペイの時代がたくさんあったわけで、ペイペイ中のペイペイの時のまあ悔しい話が一番、まあ、T さんと言いましょうかね。T さんの話かな。まあ、結論から言うとね、こう、亡くなっちゃった患者さんなんですけど、まあ、すごく記憶に残ってまして、私がね、理学療法士になって22歳か。臨床って言ってね、まあ、病院に働き出しました。最初ですね、4月に入職して、最初患者さんを渡されたんですけど、これ6人渡されたんですね。私いいかどうかわかんないけど、患者さんのカルテ全部、カルテの名簿、名刺があるんですけど、全部取ってるんですよ。名前全部あります。で、全部覚えてます、一応。あの患者さんね、この疾患あったよね、みたいなのを覚えてる。結構そういうのは覚えるんですよね。名前全然覚えないけど、自分の患者さん結構覚えてて、最初の6人は特に覚えてまして、寝たきりの人もいました。私が行った病院は慢性病院だったんで、いわゆるこう寝たきりの人もいれば、骨折の人もいれば、若い人もいれば、怪我の人もいればって、結構もういろんな人がいる病院で、最初はでも病院の入院してる方が多かったん で、その中に一人、T さんがいたんですよ。身長がね、180ぐらいあるんですよ。あの時は73歳だったかな。73歳ぐらいで。私、福岡の南の方だったんで、柳川ってところにね、住んでらっしゃる方だったんですけど、方言がすごいのよ。きついの。方言きつい地域あるじゃないですか。ただ話してるだけできつく聞こえるみたいな。結構きついんですよ。180あるんですよ、男性の方ね。高圧的なんで、基本的には高圧的なんだけど、奥さんがめちゃくちゃ強いんだ。奥さん強くて、リハビリしましょうって言うじゃないですか。これはもう分かんない、ペイペイがね、リハビリしましょうって言ったら、松田やりたくねえよって言うんですよ。根はいい人だ、根はいい人だから、冗談っぽく言ってるんだけど本当にやりたくない、やりたくねえよって言って、奥さん何言ってんの、あんた行きなさいって言われて、あーた行くからみたいな患者さんでね、まあ、覚えてますよ。もう行きましょうっつって、奥さんが結構すごく気に入ってくれてて、私をね、行ってくださいって言って行って、で最初圧迫骨折でね、腰が痛くてきてて、まあ1ヶ月ぐらい入院して退院されたんでね、5月の末ぐらいに退院されたんだけど、1年目ってそんなに外来の患者さん見ることないんですけど、初めてその人が外来で来たいって、あ、じゃあ6人中2人が外来で来たいって言ってくれて、すごく嬉しくてですね、他の人たちってあんまつかないんですよ。退院したバイバイが多かったんですけど、私結構来てくれて話してて、まあ1ヶ月に2回ぐらいかな、まあ来てくれて、腰の調整したりとかやっててっていうのをこうずっとやってて、で結構私も勉強好きだったんで、もういろんな勉強会行きまくってたんですね。こうしてああしてってやって、結構知識もついてきて、いろんなことをね治療させてもらって、まあ楽になってきましたってね、楽です、いいですって言われてたんですけど、まあ3年目ぐらいかな、まあ本当にもう毎週じゃなくて各週ぐらいで来てくれてて、結構私も多くなったんですよ。外来の患者さん結構多くなってて、結構いろんな方がね紹介してもらったりとかで、外来の人も多くなって見させてもらってるんですけど、まあ、簡単に言ったらね、結構雑になってたところあって、まあずっと見てる人だったから、やっぱ初めて見る人の方が力入るんですよ。あ、こんなかな、ああなんかな、こんなでしょ、あんなでしょ、あ、こうしたいんじゃないかなって考えるんですけど、もうマンネリ化してるんで、まあ正直、あ、いつも通り来て温めて、いつも通りの治療して、じゃあ帰りましょう、ちょっと動いて帰りましょうみたいな感じのね、いつものリハビリをやってたんですよ。である時ね、3年目入ったぐらいで、苦しいって言われてね、苦しいみたいな、またまたサボりたいんでしょみたいなサボってるんでしょみたいな感じだったんですよね。で本当にこうそんなんを3、4ヶ月続けてたんですけど、もう11月ぐらいかな、本当にきついって言って、私呼吸器とかもその病院が見てたので、呼吸器疾患ね、心疾患とかもいろんな疾患があったんで見させてもらってて、まあ、ちょっと本当におかしいなと、顔色も悪いし、どうかなと思って SPO2 って言ってね、ここに測るやつがあるんですけど、測ってみると、ああ確かにちょっと低いな、これちょっと一回見てもらいましょうかって先生見てもらったんですよね。正直先生もリハビリのオーダーもらったりする時も、いつも通りでいいよぐらいの感じでねやってたんで、まあ私が先生ちょっと SPO2 も低くて、ちょっと本人の
倦怠感とかもちょっと強い感じがしますって、ちょっと見てもらっていいですかって言って見てもらったら、レントゲン撮ったのかな、レントゲン撮ったらなんか映ってるみたいな、ちょっと本当になんか白く映るんですよね、白く映っててちょっとおかしいね。ですぐに大学病院に紹介状書いて行って、その日かな翌日ぐらいに行って、入院の処方箋とか出るんですよね、ビーって処方箋出て、その T さんの名前が出たんですよ。大学病院に行って、ここに入院ってなってね、で病名見たら肺がんだったんですよ。肺がんみたいな、え嘘やろみたいな感じで、まあ病棟行って奥さんに話聞いたら、ちょっと影があるで、ちょっと今精査してる、まあ検査ねしてるんだけど、多分ちょっとこの感じはあんまり長くなりさそうですって説明されてますって。でまあ結果が出て、まあ、ステージ4って言ってね、ステージ5まであるんですけど、まあ、ステージ4って言われて、もう本当に余命何ヶ月のレベルのやつで、まあ T さんね1ヶ月って言われたんですよ。え嘘でしょと思ったら、本当にそっからもうブワーって落ちていって、11月の末ですよねぐらいに入院して、最初は意識あったんですけども、1週間ぐらいしたらもう酸素がいっぱい入るようになって、もう SPO2 って、ね、ここの酸素濃度が低いままで、2週間ぐらいするともう意識ない状態で、3週間ぐらいするともう全身が浮腫って言ってむくんでる状態で、むくみってね、足の女性がむくむとかのレベルじゃなくて、あれってやっぱ心臓がこう負荷がかかってるから水が露出してる状態なんですよね。だからもうむくみが、むくみとか浮腫って言ってね、本当むくみとか浮腫が出てる状態になると結構もう危ないんですよ。でそうなるとリハビリも入れる状態ではないぐらいなんですけど、まあ、家族さんも行ってね、まあ、入ってほしいって時もあれば、まあ、きつそうって時もあったりとかして、まあ、家族さんと話したりだけ、お母さんとね話したりとか、すごい後悔ですよね、まあ、言ってたのは3ヶ月前にっていうのがすごくあったから、まあ、昔話になってるみたいな、長くなってるけども、本当に今でも思い出しますよ。うわあん時ちょっと気にかけて、新刊の人やったら必ずやってました、ぶっちゃけた話。もう3年も見てれば正直いつも通りになってて、あの時あと3ヶ月早かったらもうちょっと寿命伸びてたかもとか、一緒にいる時間長くなってたかもってやっぱ感じるんですよね。後悔してるんだけど、やっぱね何もできないっていうので、まあすごくなんかこう落ち込んでたんですよね。俺何のために勉強してんのかなって結構思っちゃって、その時こんなに最初から見てくれて信頼してくれてる患者さんに自分の技術とか知識還元できてないって、なんか悔しいじゃないですか。天狗になってたし、少しね治せる人も増えて、なんかもう考える時間も減ってたんじゃないかなと思うし、なんかもうマンネリ化してたのがあったし、まあ、申し訳ないなしかなかったんですよね。でも本当に何のために勉強してたんだろうって、もうすごく自分を悔やんでた時に、ある日ねベッドサイドって言ってね、その T さんのところに行ったんですよ。どうかなと思って見たら、いつも家族さんいるんだけどいなくてね、 T さんも意識があるんですよ。目が開いてる状態、意識あるっても目が開いてる状態みたいな状態で、ね、私は思ったんですよ。あーもうすぐだな、まあ、ずっと結構人が亡くなる瞬間をたくさん見させてもらってね、結構もう100何百っていう単位で見させてもらって、ありがたかったですけどね。人が死ぬっていうことを本当に学ばせてもらったのはその病院で、すごく感謝してるし、まあ人が死ぬっていうのをね勉強させてもらうっていうのはちょっと違うかもしれないけど、私はすごく勉強になったんですよね。人ってやっぱりいつか亡くなるんだなっていうのもあるし、痛みっていうのがやっぱその最初の寝たきりだったり活動性下げるところに一番最初だしとかって、まあ、すごくいろいろ勉強させてもらって、でその中でねやっぱ結構ね亡くなる前って急に元気になるんですよ。最後のろうそくが最後バーって燃えて消える瞬間みたいな感じと一緒で、最後ブワッと燃えるんですよね、意識がある状態。あこれあの浮腫の状態、酸素のこのリッターの状態からするとまあそんな長くないな、あこの意識まあ1週間以内ぐらいかな、多分リハビリは最後かなっていう状態ね、の時にね、あの酸素入ってる状態、まあ大変感ぐらいしかできない、大変感で横向きにしてとかしかできないんですよ。横向きにして背中さすって、もう申し訳なさしかないですよね。申し訳なさしかないんだけど、私はもう患者さんの前じゃ絶対泣かないって決めてたのですよね。やっぱ結構涙もろいんで私自身泣きたいのは家族であって、私は泣いてる暇じゃないと、やっぱ医療人としてのそこはねもうポリシーがあってね、家族さんの前ではしっかり医療人としてやろうっていうねあって、本当はすごい泣きたくなるぐらい申し訳ない気持ち、これが最後かなって、3年間触って最初にリハビリを教えてもらったこの患者さん最後だって、マスク取ろうとするわけですよ、取れないんだよ、力も入んないから、ここになんかこうして何か言ってる、何だろうと思ってね、どうしたの T さんって言ってこう耳ってね、いつもこう怒る人ですよ、やりたくねえよ松田みたいなね言う人がみたいな感じで、本当に薄れ顔でね、いつも言おうと思ったけど、ありがとうってね言われて、本当に
今でもそうですけど、涙がね止まらないというか、まあ、今でもねやっぱ思い出しますよ。あれがやっぱりいろんなものを教えてもらったね、原点でもあり、今でもやっぱりこのなんか頑張ろうと思う一番のきっかけですよね。なんかこう挑戦しようよってね言ってるんですけど、やっぱこの大事な人とね一瞬でも1秒でも長くいる時間を増やせるっていうのは、私はこの治療の一番醍醐味だと思うんですよ。長く歩けるとかね、痛み取るってこうって結果だと思ってて、あの痛み取る取って何するのが大事で、やっぱこう私だったらやっぱ家族とかね仲間とかと1秒でも長くいたいってやっぱ思うわけですよ。亡くなる瞬間見てきたから、そうやっぱみんなが言うんですよ、もっとこうしとけばああしとけばよかったっても言うし、やっぱねそれができなかったっていうのはすごく強い中で、何もできないと感じる時に言われるありがとうってね、これほどきついことなくてですね、その時ですね初めて最初で最後ですけどね、まあ泣きまして、泣きながら勝手に出てきたね、うわーってなって、ごめんねも言えない、すいませんも言えない、ありがとうも返せない、なんて返していいか分かんない、言葉にならない、もうただただ背中を刺すっていうの、それが最後その T さんと交わした言葉で、まあありがとうございますって出てって、大丈夫大丈夫大丈夫だよって言ってね出てって、次会ったのは亡くなった後の顔だったっていうね、あ亡くなりましたって、まあ家族さんが入れてくれたんですよ。あの本当はねダメなんですよ、ダメなんですけど見てくださいって言われてね、家族さんからもまたありがとうございますって、本当にもう先生見てもらって嬉しかったですみたいな、たまんないですよね、このありがとう、このねありがとうの重さっていうのはやっぱりのしかかりますよね、治療家としてのすごく重いし、重いっていうかね、まあ、勝手な解釈ですけど、やっぱりなんか何かこの人たちのために報いたい、何かこの医療業界もっと良くしたいっていうモチベーションはやっぱそこからすごく湧いてくる。やっぱ記憶に残ってるって言ったらやっぱそこがすごくあるかな。やっぱりあの出来事っていうのはもう今でも鮮明に覚えてます。あの瞬間、あの時の言葉、あの時の息遣い、あの時の部屋の空気、今でもすごく鮮明に覚えてて、一番人生の中で、まあ、悔しかったじゃないですけどね、記憶に残ってるというか、まあ、でもねあれがあったから今があるんだなっていうね、あの思いますし、きつくなってもね頑張れるのはあの時の悔しさというか、悔しさとかでもないですよね、本当に何とも言葉に言えないこのあの感覚ですよね。何もできないのにありがとうって言われる、これはね何か返さんとなっていうね、まあ、返さんとなって言ってももういないんで、いないんだけど次の人にで、まあ、俺と同じような経験はしてほしくないなっていうのはやっぱりこの、まあ、若いって言っても私も若い方ですけどね、若いセラピストたちにも伝えたいし、もっと勉強しろよってやっぱ思うんですよね。これ治療科に向けて言ってますし、やっぱ患者さんにとってはね、やっぱ大事な人と過ごせる時間っていうのは本当にもう着実に少なくなるんですよ、年を取れば取るほど。あと何時間何日妻と旦那と過ごせるか、子供と過ごせるか、親と過ごせるか、やっぱこれってね1秒でも長くしたいってやっぱ亡くなる瞬間思うんだけど、いる時って思わなくてね、特に痛みがある瞬間って思わないんですよ。痛みがある時ってただ痛みですよね。でもね痛みがあるから動けなくなってくるし、動くのが億劫になってくるし、活動性が下がってくるし、活動性下がってくると体力なくなってくるし、体力なくなると食欲が減ってくる、食欲減ってくると全身の新陳代謝悪くなってくると病気になりやすくなる、寝たきりになりやすくなってくる、最終的になくなっていく。やっぱこの痛みっていうのがすごく全体のですね、この大事な人と過ごす時間を奪っていく一番最初のきっかけだと個人的には思ってて、痛みを取ったじゃないんですよ。痛みを取ることでその人の人生を変えていく、誰も分かんないと思う。でもやっぱそうだと思うんですよね。痛み取るってただの痛み取るじゃないんですよ。人生の中を満喫していく、人生を謳歌していく、大事な人との時間をちょっとでも長くしていく。これは未来って分かんないからね、亡くなる瞬間しか分かんない。でも そこで痛み取ることによって、もしかしたら10年ぐらいね健康寿命が延びる、その人といる時間が1週間増える、そんなに幸せなことってないんじゃないかな。俺はだからねこの治療科やってることにすごく誇りに思ってるし、自分がやってることっていうのはかっこいいことだと思ってます。勝手にね痛み取る、ただそのためにはやっぱすげえ勉強もしてきたし、いろんな投資もしてきたし、もちろんそれを広めるために経営の勉強もしてきたし、ただやっぱりね大元はやっぱここの何とかしたい、この医療をっていうのはすごく強いから、やっぱこの患者さんになんか還元していきたい。やっぱそれは目の前で亡くなってた T さんが何かついてくる感じですよね。おい大丈夫かってね、いつでもピシッとなりますよね。やっぱりこれは私の原点でもあり、一番記憶に残ってるというか忘れられないですね、患者さんかなと個人的には思います。これはもう毎回どこでも話してるんですけど、一番記憶に残ってるし、今の自分を作ってくれた一番の出来事ですし、こうやって動画撮ってるね、毎日撮るって大変なんですよ、けど
それやってるのもやっぱりここの全てかなと思ってますね。やっぱ自分の仕事にも誇りに思うし、そういう患者さんがね一人でもよく治ってくれれば嬉しいなと思ってやっぱ活動してるんで、まあ、ぜひね痛みってバカにせずにしっかり治してみてください。将来20年後10年後に良かったなと思う瞬間来るはずです。逆にあの時痛み改善してなかったから後悔することも10年後20年後に来ます。それはね後悔先に立たずって言いますから、今のただの痛みかもしれないけどそれは本当に寿命を10年縮めるものになるかもしれないから、ちゃんと治してください、改善してください。改善できる方法ってたくさんあるからね、うちじゃなくてもいいからちゃんと痛みを取るってことをちゃんと考えてほしいなって患者さんがこのね動画見てそれでも増えてくれれば嬉しいなと思いますんで、ちょっと勝手に締めてるけどこんな患者さんです。長かったね軽い気持ちで。そうよ、こっちとて20分ぐらい話だまたこういった風に、はいはい、なんか動物に今度はなんか楽しい話とか、ほんまよ、楽しく話してくださいって言ったらなんぼでも話すから記憶残ってるって言ったらこんなね話になるかなと思いますよ。しっかり痛み治す、ね、改善するってことやってますから、うちの整体院復活はやっぱこのマインド、モチベーション、心意気っていうのはしっかり伝えさせてもらってるんで、でここありますから、もしね痛みしっかり改善したいってことであればぜひ概要欄の方に、動画の概要欄の方にねチェック入れていただくとその後に問い合わせ先が入ってますので、電話もしくは LINE とかで問い合わせしてぜひ内定してみてください。試しやすいように1980円紹介させてもらってますし、ぜひまず試してみてください。あと今日の話良かったなと思えばチャンネル登録お願いします。あとコメント高評価いただけると見てますから全部ね、励みになるのでぜひよろしくお願いします。では今日はこれで終わりましょう。ぜひ皆さん痛みなめずにしっかり改善してください。では今日はこれで終わります。今日の動画の時どうもありがとうございました。また見てください。